からの続きだよ。さあ、前々回から始まっております新シリーズ、題して心の闇を解き明かすダークトライアド編、本日もよろしくお願いします。遅れた、遅れ、一緒に言うあれでしたね、これ、はい、台本上は、前回は、はい、あの自己愛、自己愛、ね、ナルシシズムについてだったので、はい、今回は、はい、今回はマキャベリアニズムというですね、はい、3つの因子の、1つになります。2つ目のね、はい、登場になりますね、はい。さあ、このマキャベリアニズム、はい、どういう意味をイメージしますか。ちょっと難しいかもしれないんですけれども、あの、はい、言葉としてまずめちゃめちゃ言いにくいですね、うん、言いにくいんですよね。マキャベリアニズム、マキャベリアニズム、はい、この言葉は正直私は今まで聞いたことがなくって、うんうん、そうですね。でも、あの、前回先生がちょっとこのダークトライアドのこの3つについて説明してくださったじゃないですか、はい、うん、で、あの、なんか人を操作するみたいなこと言ってましたよね。 うまく利用するとかね。あ、利用するか、そういうね、考え方ですね。うーん、はい、うん、なんかそれが、あ、そういう人いるなって思いつつ、うん、そんなにこの3つに取り上げられる1つなんだって、あんまりその例が自分の中からパッとはちょっと出てこないんですけど、うん、そうですね、はいはい、ちょっとね、あの、認知度からするとね、うん、ナルシストとかと比べると低くなりますよね、うんうん、このね、マキアベリっていうのはね、うん、マキアベリっていうこともあるんですけど、うんうん、イタリアの政治学者のその名前、マキアベリからね、うん、取っている言葉になります、うん、はい。この、まあ、マキャベリはですね、君主論っていうね、本が、まあ、大いに知られておりまして、理想の君主というものは、宗教や道徳を無視してでも危機に対処すべきというふうに、本の中で説いたことから、うん、目的のためには手段を選ばない、道徳的ではないようなことでも何でもやらなきゃいけないという、その様子をね、言うようになったんですね。なるほど。本当にルネサンス時代、マキアヴェリ自体は1400年代の後半から1500年代の前半までにね、うん、いた人なんですけれども、もうこんなルネサンス時代の中世の時代はね、まあ、イタリアの方なんですけれども、うん、周辺国がね、侵攻をね、狙ってくるわけですよね、うん、はい。まあ、名前は違うんですけれども、当時のフランスや、まあ、ドイツやスペインにね、うん、ある、なんちゃら朝とかいうようなね、うん、国々がですね、まあ、イタリアを取ろうというふうにしてくるわけですね、うんうん。そうすると、まあ、ちょうどね、職があまりなくてですね、暇していた、マキアヴェリはね、イタリアをこうやって強くしなければというね、本を書くわけですね、はい。このイタリアを存続して発展をするためにですね、うん、考えたことをまとめた本が君主論になります。これをね、当時のイタリアの権力を持っていたメディチ家っていうね、うん、お家にですね、うん、この素晴らしい本を書いたので、見てください、この本に従えばイタリアが守れますみたいにね、うん、こういうふうにね、まあ、提出したわけですね、うん。こんなに世界的に広がるとは、まあ、考えてなくって、当時は自分がちょっと職がないからね、うん、リクルートの目的でやったのかもしれない、ね、なるほど、うん。で、この中でもう自分の国を敵から守るためには、うん、もう政治家はいい人を演じていてはいけないと、もう政治家はね、悪いようなね、人の方がいいみたいな、そんなすっごい過激な発言がいっぱいなされてるんですね。なるほど。はい。どんな手段や非道徳的な行為をしても結果として国家の利益を増進させるのであれば許されるっていうね、考え方をね、主張してるんですね。もうこれはね、悪魔の章とか言われてですね、もうカトリックではね、禁書の一つにね、目録にね、掲載されてたみたいな、そんな扱いを受けた本にもなってます。とんでもない本ですね。うん、そうですよね。もう道徳なんか何でもいいんだ、君主というものはね、目的を達成するためには手段はね、選ばなくてもいいんだよというふうにね、こういうふうにね、容認している本なんですね。つまり他者の感情や道徳的な制約っていうものを度外視する、うん、これがね、マキアベリズムの特徴ということになります。うーん、恐ろしい、恐ろしいですね。恐ろしいですね。はい、そういう人いると困りますよね。そうですね。勝てば何をしてもいい、売れれば何をしてもいい。はい、確かに、なんかそのさっき先生がおっしゃった目的のためには手段を選ばないって、まあ、よく言いますよね。言いますよね。
ただ本当にその手段選ばないっていう、その手段の内容によりますもんね、うん、そうなんですよね。ねやっぱりね、うん、コンプラ大事ですからね。そうです、はい、他者の感情や道徳は大事ですよね。その限られたルールの中で最適を狙うっていうのがね、うん、社会の在り方だと思いますよね、うん、はい。まあ、やっぱりこんなことをやると信頼を損なって社会が荒れますし、対人関係とか人間関係がね、信頼関係が崩れちゃいますよね。こんな考え方でみんなが我こそみたいなことやってたらね、うん、だからやっぱりあんまりこれは、いいことではないので、そういう人がいると会社とか組織で困った人になるわけですよね、うん、確かにそうですね、うん、はい。なんかそれでうまくいく場合もあるけど、うん、その信頼を失って人がどんどん離れてって、うん、マイナスに働くこともめちゃめちゃありますもんね。もちろんそうですね、うん、信頼を失ってしまうっていうことも、うん、たくさんあるでしょうし、はい、マイナスに働くことはいっぱいあると思います、うんうん、ちなみになんかこのじゃあ現代社会で、うん、なんか例えばどんな例があったりするんですかね、うん、例としては、はい、まずは周りの人を利用するというのがね、一つの例に、なります、はい、何か自分の思い通りの結果を得るために、うん、賢く周りの人を扱いたいというような、うん、こういうことをねたくさんする人はマキアベリアニズムが高いというふうにね考えられております、うん、自分がこういう発言をすると自分の評判が悪くなるから、うん、他の人に言わせるとかですね、こういうそうことをするとですね自分の評価が下がるから代わりに他の人にやらせるとか他の人に言わせるとか、そういうことをするのは典型的なマキャベリアニズムのね高い人のことになりますね。なるほど、うん、じゃあああいう例えば、うん、コマみたいに使うみたいな。そうですね、うん、はい、都合よく人を使うって感じですね。そういうことか。そうです、情報とかもね、操作したがるんですよね、この情報をわざと相手に伝えなかったりするわけですよね。そうすると情報が足らないもんだから、人が間違った行動をするんですけれども、それもねうまくいったしめしめっていう風にね思ってやるようなのは典型的なマキアベリアニズム。ああ、そういうパターンもあるんですね。そういうことですね。嫌がらせみたいな。そういうことですね。わざと教えない。でそれが結果的に自分の利益になったりするわけですよね。なるほど。まあ要するにね、ちょっとずる賢さみたいなものがね、あったりするようなところですよね。ずる賢い行動をしてですね、はい、自分のね良い結果を得ようとするっていうのが、うん、まあマキアベリズムの特徴で、はい、まあ、戦国時代とかでね、はい、考えるとね、まあ、豊臣秀吉とかね、はい、そういう、タイプになってくるのかなとは思いますね、はい、なるほど。まあね、なんか上手にね、人を利用する人っていうのはね、世の中いっぱいいるわけですよね。上手にね、上司とかにね、こびたりしてですね、気に入られてですね、自分だけ得しようみたいなですね、あざといとかいう言い方もね、今はするかもしれませんよね。なるほど、うん、あざとさか、それもここに入るのか、はい、うん、もしかしたらこれに近いかなと思いますね。あ、うまくそれでそう動かして転がすじゃないけど、うん、その通りです、はい、上司にめっちゃ気に入られて、うん、でそれで同僚には上から目線でね仕事を押し付けてくるような人とか嫌ですよね、本当にね嫌ですね、とても嫌いです。個人的にはね、そうですよ苦手です。そうですよね、やっぱり、ね、嫌いって言っちゃったけど苦手です。苦手ですよね、はい、うん、いやなんか、うん、私その前回の自己愛、うん、自己愛はなんかまあボーカリストだし、うん、なんか結構高めな気がするって言ったじゃないですか、うんうんうん、個人的に、うん、このマキャベリアニズムは私めちゃめちゃ低い気がします。僕もそう思います、うん、絶対逆にできない方だとね、できない個人的には思いますね。できないから、うん、この話を聞いて、うん、そっか、そんな人がいるのかってなんか思っちゃってるっていうか、なんかあんまり自分の中から例が出てこない。そっかみたいな。そうですよ、ね、利用してるのか、うん、でも確かにそういう悪い人いるよなみたいな感じに今なってます。その通りです。まあ、上でも下でもね、はい、両方向であると思うんですけど、やっぱり八方美人でね、うん、上手にね利用する人っていうのは典型的なね、うん、マキアベリズムじゃないかなと思いますね。そっか、そう、なるほどです。上司とかにねこびるのが得意な人とかね
こういうのはやっぱり逆に言うと上司を利用して、その部署の中で自分だけいいポジションを得てですね、少ない仕事量でごまかそうとかね、そしてですね、いいところだけ、手柄だけ奪おうみたいな人ですね。あとはね、ちょっと自分の友達の中でですね、話をよく聞いてくれるような人を見つけてですね、その人が苦労して準備したレポートをね、あたかも自分が全て時間をかけてめっちゃ苦労して作ったレポートですみたいな感じで出してきて褒められるような人は、これはちょっと主張が弱い友達を利用してるわけだから、人を利用してますよね。確かに。そういうことです。いるんだ。そう、断りにくいようなね、断るのが苦手そうな人とかを上手に利用するわけですよ。人の優しさをね、利用したりとか。そう。でもそれってすごく道徳的には良くないですよね。そうですね。そう、人の頑張ったものを自分の手柄のようにするとかね。いるわ。そう思うといるんだ周りに。小さなことから大きなことまで、こういうマキュアベリーニズムがいるんだ、いると思うんですよね、でもその、コントロール、人をねコントロールしてうまく回すじゃないですけど、それでみんながその嫌な思いをしてないという状況だとしたら、これはマキュアベリニズムとは違うんですか？そうですね、そっちはどっちかというと理想のリーダー、理想の君主ですよね。ああ、道徳的ですよね。あの、誰かから搾取するみたいなことはしてないっていうことですよね。ああ、そっかそっか、そうですね、はい、人の手柄をね横取りするみたいな搾取みたいなこととかね、非道徳的なことをしても、いいんだということになると、これがマキュアベリになっちゃうわけですよね。そっかそっか、そう、手段を選ばなければいけないっていうのが、普通の考え方なんですけれども、手段はもう何でもいいってなると、これはマキャビリズムになっちゃうんですけどね。もう他の人を犠牲にしてもいいとかね、他の人がやったことを自分の手柄にしてもいいとかね、もう何でもいいからね国が守れればいいんだっていうのはマキャビリ、さすがにそこまではあかんでしょっていうのは、これ普通の理想のリーダー。そっか、その人を、思いやるじゃないけど、そういう気持ちがある上で、うまく回せてうまくいってるっていうのは、確かに理想のリーダー、そう、そっか、君主論とは違うわけですね。そういうわけです。君主論はね、ひどい君主論なんですよ、この本はね。なんか分かった気がします。マキャベリュアニズムが分かった気がしますよ。そうですよね、ちなみに、あの自己愛の時も、ビッグファイブとの関係性を聞きましたけど、ビッグファイブの関係性ね、ありますね、ビッグファイブとの関係性で言うとですね、これね外交性とかね経験の開放性関係なくって、今回関係するのはですね、勤勉性の欠如です。勤勉性が低い、それは真面目じゃない、ルール守んないわけですから、当然ですけど、もうルールなんか関係ないっていう態度ですから、勤勉性がすごい低い、あとは協調性も低い、もうこれがねマキアベリアニズムのねビッグファイブとの関係ということになりますね。なるほど、確かにやっぱりそうやって言われると納得しますね、そうなんですよね、もうルールなんかね道徳なんて、関係なくやっちゃうよっていうのがねマキアベリアのね、考えなんですよね、はい、だからこの話よりも前まではね、もうちょっとですねイデア論っていうね理想的なリーダーや君主みたいなものを求める流れだったんですけれどもね、近代に近づいてくるとですね、もうそうは言ってられないよみたいなことでね、ちょっと残虐な人になってもね、いいよみたいなね、こういう考え方も出てきちゃったわけですよね。まあね、これは読んじゃいけない本みたいな扱いに、なってるんですけど、ナポレオンとかもねこっそり読んでたとかね、いろんな、諸説ありますね、はい、なかなかね歴史的にも面白いね、役割を果たした本だと思います。気づいてなくてやられてるってパターンもありますもんね、きっと。それもあると思いますね、利用されてるとか。そうですよね、やられる側はたまったもんじゃないですしね、職場の心理的な安全性が損なわれますからね、やっぱりそれはいい職場じゃなくなっちゃいますよね、こういう人がいるとですよね、はい、こんなところですか、この辺ですね、はい、はい、ということで本日はここまでとなります。次回は最後の因子ですね、はい、そうですね、はい、
サイコパシー、うん、サイコパシー、あー、これがもともと一番気になってたやつです私が、はい、ということで次回もお楽しみに、はい、それではまたお会いしましょう、さようなら。